5人による選挙戦となった杉並区長選挙、今日開票が行われ、現職の田中良さんが再選を果たしました。任期満了に伴う杉並区長選挙は今日開票を行った結果、現職の田中良さんが5万票余りを獲得し、2回目の当選を果たしました。万歳！万歳！ご期待にしっかりと応えられるように、区政のリーダーとして責任を全うしてまいりたいと。高齢化という課題については、地域の包括ケアの力を高めていく、さらには施設整備も加速化させていかなければならないと。田中さんは1期4年間の実績を掲げ、減災や少子高齢化の対策のほか、新たな区民のニーズに対応する区立施設の再編推進などを訴え、再選を果たしました。投票率は 28.79% で、参議院議員選挙と同じ日に行われた前回を 28.84 ポイント下回り、区長の公選制が始まって以降最も低い数字となりました。